では今からキックバックという種目の説明をしていきます。まずベンチ台や椅子の上に片手をつきます。そして軽く膝を曲げて背筋はまっすぐした状態で前傾姿勢を作ります。そして、左肘を90度に曲げた状態で体の横に沿わせるようにしてペタッとつけます。はい、でこの状態ができたら息を吐きながら肘を伸ばしきってゆっくりと下ろしていきます。吸います、吐いて伸ばす、吸いながら戻します。これの繰り返しです。はい、でこの時のポイントや注意点です。まず肘がだんだんと疲れてきて落ちてこないことですね。こうなると筋肉にうまく刺激が入りません。しっかりと肘を横に固定して行いましょう。で次に疲れてきた時に他の体の部分で代償してしまって体がこういうふうに上がってきたりとか体が上下したりしないようにしっかり体幹は維持して背筋まっすぐの状態をキープして行っていきましょう。はい、では以上です。